では町の話題です。今月23日、田代穂香町のレインボー子育て支援センターキララ館で、いろんな音楽や英語を取り入れた親子でリトミック教室が開かれました。親子でリトミックということで、レインボー子育て支援センターキララ館では、乳幼児と保護者を対象にフリールームを一般開放したり、親子で楽しめるイベントを開いています。今回は1歳から3歳の子どもを対象とした親子でリトミック教室が開かれ、16組の親子が参加しました。講師はふもとまちづくり推進センターでリトミック教室アニマートポケットを開いている宮田博子さんです。早速音楽を使って体を動かす遊びが行われました。リトミックというのは、音楽に合わせて歌ったり体を動かすことで、リズム感や想像力、集中力、判断力や協調性など、人間の感覚の基礎となる能力を育てます。次は全員で輪になって、宮田先生の英語に合わせて手を叩いたり、ぐるぐる回ったり、いろんな動きをしました。メロディーやリズムに合わせながら、スモール、ビッグ、クラップなど、簡単な英単語を子どもたちに覚えさせることが目的です。続いてこちら、先生が持っているのは蝶々ですね。頭に来た、頭に来た、お腹に来た、お尻に来たって、遊んでみようかなと思うんだ。キララ館でも見せてくださいね。参加者に材料が配布され、蝶々の工作が行われました。作り方はとっても簡単です。蝶々の形に切り抜いた紙にストローをテープで留めたら完成です。揺らすと羽がひらひら動く仕組みなんです。もうできた、友達で蝶々を英語で歌ったり、音楽に合わせて蝶々で思いっきり子どもたち遊んでいました。子どもたちとっても気に入ったようですね。続いてはフラフープを使った電車ごっこ。子どもたちはお母さんの膝の上に乗って、体を右に傾けたり左に傾けたり、フラフープのトンネルくぐりもありました。子どもたちくぐるのに夢中で、何人も重なって途中で渋滞してしまいました。はい、はい、どうぞ、あ、出ちゃった。はい、どうぞ、せーの、よいしょ、せーの、はい、できた。これはね、いつもママに読んでもらって、最後は言葉のない絵本を見せました。音楽と絵だけの絵本で、お月様こんばんは。物語は子どもたちの想像力で進んでいきます。中にはお月様が隠れると涙ぐみ、出てくると笑顔になる子もいたそうです。子どもたちにとってどんな物語になったのでしょう。こういった他にバルーンなどでも盛り上がりました。音楽遊びに親子で楽しんだ1時間となりました。今日いかがでしたか。楽しかったです、ね、お子さんの様子はいかがでしたか。
まだ今日初めてだったので、ちょっとなかなか慣れるまでにやったら大好きな蝶々が出たので喜んでました。やっぱ蝶々を自分で作ってね、ひらひらひらって遊んでるところが楽しそうでした。結構あの英語とかも盛りだくさんで、先生たちもすごい楽しそうでして、ね、楽しかった、はい、いつも通り楽しくやらせていただいて、みんなもこうやっぱり動き回るのはすごい楽しい頃のお友達だったので、はい、にぎやかにできました、はいはい、もうそれは一つで、音楽の楽しさを存分に味わってもらいたいという気持ち一心でやってます。